皆さん、こんにちは。USJ によって暗黒面に落とされた男、ツムニムです。今日は8月28日、水曜日。夏休みが終わりを迎える平日のパークの様子を紹介します。さてさて、皆さんもご存知の通り、台風が接近しているそうで、パークの混雑度にも若干影響が出ているみたいですね。それにしても、日本って台風にまで疲れてるとか、どんなケモテモテ国家やねんって話ですよね。一体どんなやりちんやねん。言われてみれば、日本列島の形もそう見えなくはないです。くだらないこと言ってないで、早速インパしましょう。9時ちょうどインパしました。ワンピースのプレショーの当日券は、A シートと B シートがまだ在庫がある状態です。任天堂エリアの入場整理券は、最速で11時の案内でした。この日の USJ の実際の開演時間は7時55分。公式の開演時間は9時だったので、1時間以上フライングです。USJ では、開演時間を必ずフライングします。必ずです。例えるなら、日本人の足の裏は、大抵、酢の匂いがするのと同じくらい必ずです。皆さんだって、きっとそうでしょ？さてさて、夏休みも終わりを迎えるパークですが、混雑度にも影響がありまして、ここ数日で、平日とはいえ、ガクッとアトラクションの待ち時間が減っています。理由は、おそらく2つあって、1つは、夏休みが終わりを迎えてきていること。もう1つは、台風の接近でしょ。この台風が、実に厄介で、来るのか来ないのか、どっち難題みたいなトリッキーな動きをするため、予定が組めず翻弄されている人が多くいることが影響しているみたいです。ですが、そんなの関係ないのは遠方ゲスト。ということで、遠方ゲストに人気の任天堂エリアのアトラクションだけは、あまり閑散の影響を受けてないなと感じます。それではパークを回っていきましょう。今日のパークは、台風対策が取られているそうで、風で飛ばされそうなものを隠したり、いろいろ策を講じているようです。さて、では、USJ でも屈指の混雑度を誇る鬼滅の刃 XR ライドの混雑度を見ておきましょう。9時15分、鬼滅の刃 XR ライドの待ち時間は90分でした。まあ混んではいますけど、ちょっとだけいつもより空いてる印象です。では、朝一といえば、やっぱりハリドリ。ということで、ハリドリに乗りに行きます。なんか、パークの回り方下手くそな気がしますけど、気分屋なのでそこはご愛嬌。9時25分、ハリドリの待ち時間は、前向きが50分、バックドロップが55分でした。シングルは40分ですね。とりあえずシングルで行こうと思います。というのも、中を覗くと結構ガラガラそうなので、案外並んでみたら、早く乗れるんじゃないかなと思いまして。それに期待して並びます。最後尾はここでした。残念。多分30分は並ぶでしょうね。と思いきや、なぜかトントン拍子に列が進んで、9時35分気づいたら乗り場まで来ていました。いや、こういうのがあるからシングルライダーは博打ですよね。なんと8列目に乗ることができたので、本当に並んでよかったなと思います。それでは引き続きパークを回りましょう。ニューヨークエリアでちょっと変化があったらしいので、それをこれから確認しに行きます。グラマシーパークを見ると、すっかりステージはハロウィン仕様になっていました。ステージのデザインは昨年と同じく、複眼スピーカーがずらりと並んだ集合体恐怖症の人は発狂してその場で出勤するであろうものになっていました。USJ このデザイン、お気に入りなんすかね。ステージの周りには、照明のスタンドが立っていました。この後ろとかで場所取りしちゃったら、視界遮られて外れ席なような気もします。それでは、続いてはニューヨークエリアに向かいましょう。で、ここでちょっと見てほしいのが、台風対策のためか、コーチのシートが一部剥がされています。久しぶりに旧スパイダーマンこと、ペンシルベニア駅が見えましたが、パッと見た感じでは変化はないように見えます。まあ、あのシートは、現時点では、工事の様子を隠すためというより、行き来する作業員の姿を隠すことが目的というか、本格的な工事は、まだ、ずっと先だと思います。この一帯の風景も、いずれ失われるでしょうね。台風対策は他にもしており、近隣のレストランや建物のテントは全て収納されたような状態になっています。テントは風の影響をもろに受けるので、台風により骨組みごと吹き飛ばされる可能性がありますからね。この辺りの対策はバッチリです。
さらに先に進むと旧バックドラフトもといギラテリド境内の建物もシートが剥がされ一部中身が見えるようになっていました。こちらもパッと見た感じでは以前と様子は変わっていないように見えます。てっきり新しい装飾を加えるためのドリル穴なんかが大量に開けられていると思っていましたが、ここの後釜はミニオンのシューティングゲームになると噂されています。なので十中八九小学生が5分で描いたような外観に魔改造されることは明白なわけでして、アースとしては真綿で首を絞められるような感覚でこの工事をいつも見ています。では続いてはジュラシックパークエリアに向かいましょう。こちらでも少し変化がありましたのでそれを見に行きます。11時10分ゴマスリバードの待ち時間は25分でした。25分、これはさすがに乗らなきゃダメっすね。そういえばここから隣接するジュラシックパークザライトの旧ラインが見えるのですが、毎日のように旧ビデオ流してますね。アーシがいつも低クオリティって言ってる新しいビデオです。これってなんかのテストかなんかでしょうか。まあそんなことはさておき、11時30分、サクッと乗り終えました。所要時間も合わせて20分程度で出てこれましたね。今日は結構空いている日ですね。このサクサク乗れる感じが実にいいです。 USJ 情報局 LCA StudiosUSJ Kanji 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 I don't know LCA Studios。 ジュラシックパークザライドに新しく変化がありました。ここしばらく撤去されていたという看板が復活していました。よく見ると以前は白縁文字などかなり汚れていて、というか内側に雨などによる汚れが蓄積していましたが、すっかり綺麗になって帰ってきました。入り口にある看板はどれもピカピカになっています。そして先ほど乗ったゴマスリバードから見えたのですが、無人のボートを使って走行試験を行っていました。これは以前からずっと繰り返し行われており、入念な安全確認をしていることが伺えます。ではちょっとスプラッシュゾーン近くまで行ってその様子が見れないか確認してみましょう。はっ、平野さん、今日もぶっちゃいくでちゅねー。スプラッシュゾーンは囲いで覆われていますが、このように上から少し水しぶきが上がる様子がわかります。この調子だと2025年より前の今年12月には再開できるのではないでしょうか。ちなみにさっきの映像なかなか撮るのが大変でしたが、ボートが落ちてくる直前にゴーオーという音が聞こえるので、それで判断すれば良い感じに撮影できます。ただし隣接するゴマスリバードの走行音も相まって非常に聞き取りづらいのも難点ですけど、はい、では12時、時間になりましたので任天堂エリアに向かいます。今日はこの後に上手に乗ったら帰りてえなーって思ってます。ちなみに昼飯はマクドのサムライマックにしようかなと考えてます。先日ちょっと話題になりましたが、東方パロの CM にまんまと載せられた形です。で、相変わらず入場ゲートはごった返しています。先日来た時は空いてましたが今日は混んでますね。ここってなかなか列も進まないし、暑いしストレス溜まりますよね。あと個人的に入場時の9位5の掛け声を強制的にさせられるのも嫌いです。では5分くらいかけてやっと入場。それでは今日の USJ は全体的に空いていますが、任天堂エリアはどうでしょうか。早速見てみましょう。暑さしのぎのために雑魚寝してるゲストをよそ目にいざ入場。ここのエリアは入ってすぐのこの景色は本当にすごいなと思います。先日ディズニーシーのファンタジースプリングスに行ってきて、あそこも確かにすごかったですが、入場した時に風景が広がるような感動はなかったですね。最初に見えたのは確か普通の林で、奥に行くと徐々に街並みが見えてくる構成でしたので、その点においては任天堂エリアの方が軍配が上がります。で、今日の任天堂エリアは特別ごった返している印象もないですが、空いている印象もないですね。12時10分、マリオカートは110分、ヨッシーアドベンチャーは40分でした。キノピオカフェの入店案内は最速で15時30分。約3時間後の案内でした。ところで、キノピオカフェの QR コードが縦看板で見れるようになっていました。以前は QR コードのプラカードを持ったクルーが立っていましたよね。あれ、人件費の無駄遣いだと思ってたので、看板が設置されたのは、正直、やっとか、感があります。で、今日の任天堂エリアは、そんなに空いてはいなかったですね。
ただ暑いのが嫌なのか、屋外アトラクションのヨッシーはさすがにいつもより空いていました。それでも任天堂エリアは遠方ゲストに人気。なんなら今日一日任天堂エリア以外には行かないというゲストも多いので、ここだけは局地的に混んでいる印象があります。では最後に上手に乗って終わりにしましょう。というわけでアミティビレッジに向かいます。ふと横を見ると、長らく工事をしていたアミティランディングレストランの作業が完了していました。テラス席なども何事もなかったかのように復活していました。ここにポリスカーが復活することを期待していましたが、さすが USJ、 そんな期待には乗ってくれません。建物はすっかり綺麗になっていますが、看板などはありません。まあ基礎は残っているので、そのうち帰ってくるでしょうけど、遠くから見ると分かりやすいですが、屋根の色がだいぶ明るい色になりましたよね。ただこの建物はアミティで最も古い建物の一つとされているため、こんなに綺麗でいいのかって疑問も少しありますけど、まあどうでもいいです。ここまでの大改修をしたのですから、このエリアは存続するのではという考え方もできますが、 USJ は基本的に建物を流用する形で新エリアとかを導入するので、ここら辺も油断はできません。ではジョーズに行きましょう。12時40分、ジョーズの待ち時間は30分。と言っても実際には5分くらいしか並ばないんじゃというくらい中はガラガラでした。まあジョーズは USJ 屈指の収容人数を誇るライドですが、それでも積み積みですね。潰れないか心配になります。はい、乗ってきました。先日乗った時、ボートハウス内のドラム缶の水が完全に復活していたので喜んでいましたが、今日見たらもうすっかり死亡していました。あとガスドックのサメも登場しなかったですね。ただこの前日に至っては、加えてボートハウスのサメも登場しなかったらしいので、最近はほんと不調だなぁと感じます。ちなみにこの後もう一度ジョーズに乗りましたが、なんと10分待ち表記になっていました。実際には0分待ちですね。ジョーズこんなにガラガラで大丈夫なんか、ちょっと心配になりますね。では今日はこの辺で、また次回の動画にご期待ください。あ、ジョーズさん今日もかわいいちっちゃい